どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 D 払いのキャンペーンですね、こちらねまとめていきたいと思います。かなりね併用できるキャンペーンが来ておりますので、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。でもですね、一応概要欄にですね目次機能を入れておりますので、見たい項目からね時間クリックしていただけると見れるようにねしておりますので、こちらも活用してみていただけたらなというふうに思います。まずですね、 D カードと D ゴールドカードのキャンペーンですね、1億円還元キャンペーンということで、期間中ね1万円の利用を D カード、 D ゴールドカードで利用するとポイントがもらえるというキャンペーンが来ております。こちらキャンペーンの概要なんですけども、期間が8月の8日から9月の30日までエントリー必須というふうになっておりまして、必要利用額は D カード、 D ゴールドカードで1万円、こちらね対象外というものがありまして、携帯の料金、年会費、各種手数料ね対象外というふうになっております。もらえるポイントは抽選200名様に10万ポイント、2000名に1万ポイントというふうになっております。でもですね、こちらのキャンペーンは外れた方にも6000万ポイント山分けキャンペーンということで、こちら利用すればですね間違いなくポイントがもらえるというキャンペーンなんですよね。こちらのキャンペーンのポイント付与は2020年12月頃ということで、期間限定ポイントでね付与されるというふうになっております。まずねこのキャンペーンなんですけども、ドコモユーザー以外の方もですね参加することが可能です。というのも今回のキャンペーンはですね、エントリーと一緒にですねお得情報メール設定というものがね、必須というふうになってるんですけども、このねお得情報メール設定っていうのがドコモユーザーしかねできないっていう風になってるんですけども、こちらね公式サイトに問い合わせたところ、ドコモユーザー以外でもですね D カードもしくは D ゴールドカードをですね保有していればこのキャンペーンで利用できるということですんで、キャンペーンでエントリーすることができます。でもですね、こちらね電話でエントリーという風になりますんで、概要欄にですね電話番号を記載しておきますので、そちらからね電話していただいてキャンペーンでエントリーするっていう形になります。ちょっとねめんどくさいってね思ってしまう方、ね、いらっしゃるかと思うんですけども、ちょっとね併用できるキャンペーンこの後ね解説させていただきますんで、ぜひねやってみていただけたらなという風に思います。次にですね、こちらのキャンペーンの支払い方法なんですけども、基本的にはですねクレジットカードで1万円ね利用するっていうのはねもちろん OK なんですけども、こちらですね D 払いに D カードをですね紐付けて利用することで、今回このキャンペーンね参加することが可能です。こちらもですね公式デスクにですね併用 OK いただいておりますので、こちらね D 払いでもですねキャンペーン参加することができますということなんで、今ね D 払いでねキャンペーン他にもやってるんですよね。私の動画でね解説出させていただいたこちらの、キャンペーンなんですけども、詳しい内容ですねこちらの動画見ていただければなというふうに思うんですけども、2店舗で買い回りすればですね 30% ポイントバックキャンペーンというね、こちら8月中なんですけどもやっておりますんで、こちらもね同時に乗れてしまうっていうキャンペーンになっているんですよね。またですね、三井不動産グループで 20% ポイントバックっていうのも D 払いでキャンペーンやっております。こちらは9月の6日日曜日までのねキャンペーンっていう風になっておりまして、こちらもエントリーが必須ということで、概要欄からねエントリーしていただきたいなという風に思うんですけども、対象店舗はですね、三井ショッピングパーク、三井アウトレット、ラゾーナなどっていう風になっておりまして、詳しいね利用先はですね、公式サイトで確認してからね利用していただきたいなという風に思うんですけども、5000の利用で1000ポイント、期間中2回でね合計1万円で2000ポイントがもらえるキャンペーンっていう風になっておりますので、こちらもねぜひね参加してみていただけたらなという風に思います。ポイント付与自体はですね11月の末ということで、期間限定ポイントでね付与されるっていう風になっております。次にねポイントサイトの紹介ですね。現在この D カードゴールドに関してなんですけども、ポイントサイト EC ナビでですね D カードゴールド発行のみで 23,500円分のねポイントがもらえるっていうね案件出ております。まあこちら D カードゴールドですね、年会費税込みで 11,000円、ね、かかるクレジットカードという風になっておりますんで、ポイントサイトからもらえるねポイント 23,500円分、こちらを考慮するとですね、
それでも 12,500 円は手元にね残るっていう風になりますんで、かなりねおすすめのキャンペーンっていう風になっております。またですね、こちらの D カードゴールドのね詳しい特典っていうのは概要欄に動画載せておきますので、そちらねぜひ見ていただけたらなっていう風に思います。次にですね、こちら D カードゴールドの入会キャンペーンっていうのをねやっております。最大ね 16,000 分のポイントがもらえるキャンペーンという風になっておりまして、こちらのキャンペーンの概要なんですけども、期間が7月1日から9月の30日までに発行された方、こちらエントリーが必須という風になっておりまして、エントリーフォームはですね動画の概要欄に入れておきますので、そちらからねエントリーしてください。こちら還元ですね、まずですねドコモ支払い設定で1000ポイントということで、こちらはねドコモユーザー限定という風になりますね。次にですねクレジットカード利用でポイントバックが受けれるっていうキャンペーンですね。こちらもねもちろん D カードのキャンペーンではあるんですけども、 D 払いでもですね参加することが可能です。ということで入会月から入会月翌月末まで 25% 還元、上限5000ポイントというふうになっておりまして、対象支払い金額が2万円というふうになっております。次ですね、入会月から2ヶ月後 25% 還元5000ポイント、こちらも対象支払い金額は2万円、入会月から3ヶ月後 25% 還元ということで、こちらも上限5000ポイントということで、支払い対象金額は2万円というふうになっております。まあ、こちら合計するとですね6万円利用して1万5000分ねポイントが戻ってくるっていうキャンペーンになっております。でこちらの入会キャンペーンに関してはですね、詳しく見るとですねさらに2000ポイントもらえるっていうねキャンペーンにはなってるんですけども、プラス2000ポイント自体はですねキャッシングとリボ払いが併用っていう感じになっておりますんで、こちらですねあまりお得にならないっていう感じになりますので、こちらねスルーでいいかなというふうに思いますので、1万6000分のねポイントがもらえるキャンペーンっていうふうになっております。いかがだったでしょうか。今回ですね D 払いのキャンペーンですね解説させていただきましたけども、今回紹介させていただいたキャンペーンですポイントサイトの案件以外は全てね D 払いで併用できるねキャンペーンという風になっておりますんで、ぜひね見逃さないようにですね、また全部のキャンペーンがですねドコモのキャンペーン基本的にそうなんですけども、基本的にエントリーしないとポイントもらえないようになっておりますんで、もしね利用される方は確実にねエントリーしてから利用するようにしてくださいね。それにしてもですねかなりキャンペーンね併用することができますので、ぜひね積極的に狙っていただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういったお得情報、ANA マイル、JAL マイル、クレジットカード、マリオットボンボン、ホテルのことなんかね、発信させていただいておりますんで、もしね、チャンネル登録してない方はね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。